4、阪神、高橋遥人、スペスペの実の能力者だった。高橋は昨年のトミー、ジョン手術からのリハビリ中で、今季後半の復帰を目指していた。2月の春季キャンプで投球練習を再開していたが、4月の時点ではノースロー調整まで交代。今回は不調だった左肩と共に手首付近の、尺骨、にもメスを入れた。21年11月の左肘のクリーニング術も含めて3年連続の手術からのリハビリがスタート。もう終わりだよ。3年連続手術スタート。肩は知ってたけど手首もやってたのかよ。これもうスペスペの実の能力者だろ。もう右手で投げろよ。ボロボロやないか。左腕の可動部全部やってんの？酷使したわけでもなんでもなく故障しまくってるという。リハビリしんどいやろに、いろいろやったらしんどささらに倍みたいにはならんのか。マジですごいボール投げてたよな。ご視聴ありがとうございました。